すみです。はい、これ私の部屋なんですけど、この家、築70年以上のもうとんでもない物件なんですよ。最近恐ろしいのが、これ時期的にこの辺に虫が湧き始めたんですよね。先日も私が動画を撮影していると、こんな足高雲が出現しました。まあ、この雲は益虫なんで、人間に全く害はないんですけど、めちゃくちゃ気持ち悪いですよね。はい、ちょうどエアコンのあの隣のこの辺に出現したんですけど、まあ、あのまま放置したんで、どっか行きました。でもこの前、リビングでご飯を食べていたら、もうこうやってね、ヒュッて出てきて、マジでびっくりして腰が抜けそうになりました。はぁ、マジであんまり虫湧いてほしくないんよな。ということで、今回は逆に湧いてくる虫たちを怖がらせて逃げさすようなものを作ってみたいと思います。よろしくお願いします。それでは今回こちらのアーティカルティッドセンティビートを印刷していきます。見てください、これやばすぎますよね。しかもこれかなりでかいそうで、こんな生物が家の中を張っていると考えるだけで失神してしまいそうです。印刷プレビューです。9時間24分かかります。うわー、すげえこれ。ちなみにこれ日本語に翻訳すると人工的なムカデというそうです。一体どんなものが出来上がるのでしょうか。じゃあ印刷してこっか。できたー。ということで完成しました。こちらクソでかい人工的なムカデです。うわー、これやばい。ちょっと触るのが怖いぐらいですね。いや、もちろんこれ作られてるっていうのはわかりますよ。うわー、見てこれ。うわ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 、ほら一個一個これ全部稼働する。うわちょっと待って、これうわー、やばいやばいやばい。うわ、作られているってわかるのに、もう触るだけでこれ本物感がやばい。うっ、見てこの動き。今ちょっとすげえ鳥肌立った。これ顔はかなりポップな見た目してますけど、この一個一個のほら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 、一個一個の足の動きがもう本物に忠実すぎてやばすぎますね。うわ、これとかやばいんじゃん。これ一撃ですね、この大きさは。うわやば。これちょっともうちょっと観察してみましょう。はい、見てください、これ。うわやばいねんけど。もちろんこれ 3D プリンターで作られたムカデなので何の害もないんですけど、もう触るだけでもうめちゃくちゃ気持ち悪いです。そしてこれめちゃくちゃすごいのが、ほら見てください、全部稼働するようにこうなってるんですよね。このようにですね、鎖のような形状になっていて、すべてが稼働するようになっています。これを一回で印刷できるというのは、まあ、3D プリンターの強みというか、特性を利用した印刷物ですね。とはいえ、見てこれほら。うわ、これ。やばない？これマジで。ほら、こうやって、これムカデをここにセットしておけば、僕なんか虫が湧いてきたとしても、うわ、やべえ、ムカデや、逃げろっつって。しかもこれ特大サイズやからね。これが、もううちの、これ守り神となるわけですね。ほら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 。これ、めちゃくちゃ繊細に動くからすげえ気持ち悪い、これ。ムカデほんまにこんな感じよな、これこうやって。このデータすごくリアルに再現されてますね。このように 3D プリンターの特性を利用することで、実際に存在する生き物の形状に似たようなものを作ることができます。ということで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。今回は 3D プリンターで1回の印刷で人工的なムカデを作ってみました。この季節は特に虫が湧いたりしますので、皆様ご注意ください。このムカデは私の家の守り神となります。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。